暑っ、エアコンつけよう。エアコンを使いこなし、今年の夏を快適に過ごすことができる方法を紹介していきます。まず1つ目は空気の流れを読むです。冷たい空気っていうのは低い場所に溜まる性質があるので、冷房時は上向きで風を送ると広範囲を冷やすことができます。また扇風機やサーキュレーターをお持ちの場合、エアコンの下に置いて同じ風向きにすると温度のムラを増やすことができます。2つ目は湿度調整です。同じ温度でも湿度を下げるだけで涼しく快適に感じるので、睡眠時などは特に除湿運転で湿度を 60% ぐらいにすることをお勧めします。3つ目は日差しを遮断することです。室内の熱は窓から出入りが多いので、カーテンやブラインドで夏の日差しを遮断するだけでも効果があります。4つ目はこもった空気を逃がす。夏場は帰宅してすぐエアコンをオンにしがちですけど、窓を開けて換気してからエアコンをつけることで素早くお部屋を冷やすことができます。5つ目は自動運転の活用です。エアコンは立ち上げ直後に最も電力を消費するため、こまめにオンオフするよりも自動運転することをお勧めします。6つ目はエアコンの掃除をこまめに実施することです。フィルター掃除の適切な頻度は実は2週間に1回なんです。フィルターの汚れはエアコン能力の低下、消費電力の増加、本体の寿命を縮めることにつながります。これであなたもエアコンバスター。他にもね、質問ある方はぜひコメントしてください。